はようございます。ペイです。私たちのキャンピングカーバンテックコルドリーブスが納車されて半年、私たちは様々な土地を車中泊旅してきました。これまでの車中泊日数は25泊、走行距離は 11,800km を走行しました。そこで今回はこれまでの旅を振り返って、車中泊がしやすかった道の駅ベスト3、旅先で食べてめちゃくちゃ美味しかった名物ベスト3、旅先で入浴したすっごく良かった温泉ベスト3、旅先で起こった珍場面ベスト3、旅先で出会った絶景ベスト3、そしてナギが旅先で見せてくれたナイスショットベスト3、最後にこの半年間私たちの心に残った旅ベスト3。それでは本編スタートしていきます。よろしくお願いします。道の駅トップ3第3位は青森県にある道の駅いかりが関です。タイタニック私たちが車中泊する日はあいにくの雪だったんですけれども、この道の駅の裏に温泉もあって、でその温泉は400円で入れるんですね。まあ、東北はね、温泉が安く入れるところが多かったんですけれども、ただ安いだけじゃなくて温泉も良かったですね。あとこの道の駅には自然薯たこ焼きがありましたね。私たち関西人はたこ焼きを見るとなかなか見逃せないので、やっぱり食べてみましたけどね。まあたこ焼きの生地はね、関西風に似てたように思いますね。まあ自然薯がね入ってるのでトロッとはしてましたけどね、美味しかったですね。夜に降っていた雪もね、降り続くこともなく止んで、次の日はね、とっても綺麗な景色がね広がってましたね。で、青森に来たら必ずリンゴを買いたかったんですけれども、この道の駅でたくさんリンゴを買えて、またそのリンゴがめちゃくちゃうまかったんですよね。ということで、道の駅第3位は青森県にある道の駅いかりが関です。道の駅トップ3第2位は岐阜県にある道の駅奥飛騨温泉郷上宝です。この道の駅はアプローチから美しい景色が広がっていて、もう5度ほどね行かせていただいてるんですけれども、その度々にこの美しい景色を目の前にすると、あ、今回もどんな旅になるのかなって期待十分にね膨らませてくれますね。それに手だけでも温めてくださいっていう心遣いがあってですね、手湯っていう温泉水を引いてくれているんですね。こういうのってね、本当にありがたいなって思いますね。あとはこの道の駅から5分ほど車で走ると荒神の湯っていう絶景が広がる露天風呂があるんですけれども、その露天風呂にも心づけで入浴ができたり、あと私たちが住んでいる近辺ではまあ食べられない新鮮なイワナの炭火焼きが食べられたりですね。私たちは自分たちの身を自然の中に置くことが好きなんですけれども、この道の駅は私たちのその好きがギュッと詰まってる感じがしますね。ということで、道の駅第2位は岐阜県にある奥飛騨温泉郷上宝です。道の駅トップ3第1位は熊本県にある阿蘇坊の里くぎのです。この道の駅は阿蘇山の南の麓に位置してるんですけれども、驚くほどの絶景と広大なドッグランがあるんですね。それに道の駅の敷地内には大きな水車やそば道場もありましたね。あと阿蘇山までのアクセスもよくって1時間弱ぐらいで行くことができましたね。私たちが道の駅を選ぶ基準はボーダーコリーのナギがどうやって過ごせるかがすごく大切なんですね。この道の駅はもうワンちゃんをね大きく受け入れてくれてるってことがねよくよく伝わってきたので、私たちが選ぶ道の駅のトップとさせていただきました。もちろんね、新鮮なお野菜が手に入ることやものすごい絶景が望めることもね一番に選ばせていただいた理由です。ということで、道の駅トップ3第1位は熊本県道の駅阿蘇坊の里くぎのです。旅食トップ3第3位は鹿児島県霧島市にある黒酢の里角井田です。この黒酢の里角井田は私たちが初めてジムニーで九州旅に行った時に偶然見つけたんですけれども、その時は閉店ギリギリの時間に入ってしまって間に合わなかったんですね。でもどうしても行きたくって、キャンピングカーが納車されたらもうすぐ九州旅に出発をして、必ずここだけは外さず行こうと思って行きました。
で初めて入った黒酢の里角井田は景色も含めてお料理ももちろん美味しいですし、ただお料理に関してはね、私たちは難しいことはわからないので、いただいて、あ、美味しかったなって、もう本当にね、うまかったんですよ。景色も含めて最高でした。ということで、旅食トップ3第3位は鹿児島県霧島市にある黒酢の里角井田です。旅食トップ3第2位は秋田県鹿角市にあるきりたんぽ館です。この秋田県のきりたんぽは東北旅の計画以前からずっと家内が言っていたことで、ぜひ東北旅を実現して必ずいただきたいなと思っていました。でも食べた感じは、なんじゃこりゃめっちゃうまいっていう感じではなかったですね。だけどね、後からね、じわじわくるんですよ、うまかったなっていうのが。結局ね、2人とも食べ終わったら満面の笑顔でお店を出たんですね。まあこれがね、食べるっていうことの楽しさかなって思いましたね。ということで、旅食トップ3第2位は秋田県鹿角市にあるきりたんぽ館です。旅食トップ3第1位は富山県南砺市の五箇山春菜工房岩名です。この五箇山春菜工房岩名は毎回白川郷に行った時に寄させていただいている食事どころなんですけれども、だいたいね、行かせていただくのは夜なんですよね。そうするとね、真っ暗な道を進んでいって、もう何もないなっていうところにいきなりね、現れるのが道の駅上平ささらかなんですよね。でその中でも結構ね、その道の駅上平も真っ暗なんですよね。でこれ閉まってるなと思ったら、その先にね、ポツンと明かりがあって、でどんどん歩いて進んでいくと、この五箇山春菜工房岩名があるんですよね。でね、いつもね、閉まってるかなって心配になるんですけれども、歩いていくと開いてるんですよね。でお料理はね、私たちは毎回岩名寿司定食をお願いするんですけれども、私たちはここで初めて生の岩名を食べたんですけれども、もうね、あの白身のね、さっぱりした身がね、忘れられなくって、白川郷に来るたびにね、ここへ寄させていただいてるんですけどね、これがね、美味しいんですよ、本当に。それとあとはね、お店の方の素朴な気遣いがね、めちゃくちゃいいんですよ。ということで、旅食トップ3第1位は富山県南砺市にある五箇山春菜工房岩名です。温泉トップ3第3位は青森県下北郡大間町大間温泉海峡保養センターです。私たちはキャンピングカーが納車されたら必ず東北旅に行きたかったんですね。で青森県の大間温泉は本州最北端にある温泉で、やはりね、北端、南端とか、この突端っていう言葉にね、魅力を感じるんですね。なのでこの大間温泉は必ず行きたかった目的地でした。温泉の水は舐めてみるとね、少ししょっぱかったので、海水かな。でね、温度はね、私たちは高めが好きなんですけども、まあまあ高いかなっていうぐらいでしたね。でね、売店にはマグロが売ってましたね。さすがマグロの町大間ですね。でも私たちには高くて買えませんでしたけどね。ということで、温泉トップ3第3位は青森県の大間温泉海峡保養センターです。温泉トップ3第2位は鹿児島県鹿児島市にある桜島マグマ温泉です。この桜島マグマ温泉はまさに桜島の中にあります。でこの時は霧島市の方からこの温泉に向かって走っていったんですけれども、その道中の景色が熱帯雨林を思わせるような、あまりね、他では見ない景色でしたね。それでね、この時は家族風呂を利用したんですけれども、この温泉はね、本当にやばかったです。温泉のお湯は明るい茶色で濁っていて、湯船の底にはね、もう鉄の塊がね、入ってるんじゃないかっていうぐらいね、鉄の錆びた匂いがするんですよ。温泉から上がってキャンピングカーに戻っても、しばらくは体から錆びた匂いがしてましたね。それぐらいすごい温泉でした。ということで、温泉トップ3第2位は鹿児島県鹿児島市の桜島マグマ温泉です。温泉トップ3第1位は岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新山荘です。この新山荘の露天風呂は本当にすごいですよ。
道路からね、何やったら入れそうなぐらいのね、仕切りのなさで開放感抜群で、それにね、このお風呂に入るには川を渡ってこないといけないんですね。でその川を渡るのは吊り橋なんですよ。でその吊り橋がね、また結構揺れるんですよ。でもね、その揺れる吊り橋もね、また雰囲気をね、盛り上げてくれるんですよね。それでね、着替えようと思って脱衣所に入ったらね、その脱衣所もかなり簡素な作りなんですよ。もうね、最近のね、都会のスーパー銭湯ではありえないようなね、脱衣所ですよ。お風呂はね、男性が大きな露天風呂が2つあって、女性は1つなんですね。であとはね、混浴がね、大きなものが1つありましたね。お湯の温度は高めで、湯の花がね、いっぱい浮いてましたね。すっごいいい温泉でした。あと露天風呂から見える景色なんですけど、これはね、私たちが行った時はね、残念ながらね、雪だったんですよね。なのでほとんど見えなかったんですけれども、私たちはこの奥飛騨温泉後に何度か訪れているので、ここから見える景色がね、どんな感じかというのは想像がつくんですよね。これね、晴れてたらね、すっごい綺麗だと思うんですよ。ということで、温泉トップ3第1位は岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新山荘です。続いては旅の珍場面、一気にご紹介します。それでは珍場面第3位は、島根県石見銀山を旅した時に、お風呂へ行った時に起こった珍場面です。ごま吸っていく？え、どういうこと？ごま吸っていく？え、どういうこと？なんで読めばいい？ごま吸っていく、ごま吸っていく、お菓子やな。温泉に来てもせんべい食べまくりとか。それもうやめてほしい。いくじゃないの？ほんまにやめてほしい。全然わかんない。もうこの人も全然わかんない。大変失礼しました。旅の珍場面第2位は、やたらとこける家内はわざとじゃないかっていう噂もちらほら。そんな家内が東北旅の途中で寄ったサービスエリアのドッグランで本当にこけた場面が珍場面第2位です。ヤギのドッグランがこれですね。ここは勾配があるな。ヤギにはいいな。マジで、でナギは帽子振り回してるし、めっちゃ大変失礼しました。そして珍場面第1位は、奥飛騨温泉郷の雪遊びです。やってね、ナギジャンプジャンプ、ナギジャンプやって、ジャンプジャンプジャンプ、ナギナギ全然ちゃ横におるで、長く難しいってんで、長く難しいっとったで。何さ、こうしてくれたら、とね、これがやりたいとか言っていけない、これやれ言ってんじゃん、やりたいって言ったんですよ。はいはいはい。はい。何？じゃあそこに立ってやって、何？向こうやって、向こう向こう行って、はい、なぎ外じゃない、はいこっち行って、なぎ、なななななな、なぎこっちこっち、なぎ、はいここ向こう向こう、こっちこっち、ここ来て、なんだ、なぎ、タッチだけ、タッチだけ、タッチ、なぎちゃん、またやんの、そう親切やで、なぎ、タッチ、タッチ、タッチ。ナギ、タッチ、タッチ、アップ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 、ポコポコ、ナギ、こっちこっちこっち、ナギ、こっちこっち、ナギ、違う、
冷たいわ。おしゃれないだ。自分の倒しなんか出ないんだ。いえ、鼻に凍りつけて。っていうあなたもめっちゃ凍りついてますよ。大変失礼しました。